こんにちは。朝6時半です。雲一つない晴天ですが、気温は2度です。霜が降りてますね。姫龍金花真っ白になっています。クリスマスローズも白くなっていて、日が当たったところから溶けています。これはヒューケラの葉っぱですね。ポピー咲きアネモネも霜で真っ白です。分厚い氷が張っているので、夜中は氷点下だったのだと思います。ジョウビタキのオスのチッチがやってきました。金属製のカップが霜で真っ白ですね。美味しそうにミルワームを食べています。つぐみうまく取れたと思ったんですが、ピンボケでした。カワラヒワが2羽、それからスズメが1羽いますね。カワラヒワが3羽に増えました。いつも同じカワラヒワだと思います。いつも3羽でやってくるというのはとても不思議な気がするんですが、兄弟とかそういうこともあるんでしょうかね。1羽1羽顔が違うんですよ。上手にひまわりを食べています。さっきのカワラヒワとだいぶ顔が違いますよね。それぞれに個性的です。シメがやってきました。スモークツリーの枝に止まっています。今日はなぜか餌台のところに行きませんでした。ハシボソガラス、今日もつがいでやってきています。ちょっとスマートになった気がしますね。暖かいせいだと思います。もう一羽の方です。くちばしの先が少し曲がっています。すごい大量に牛脂を食べてますね。他の鳥の分は残しておかないんでしょうか。ジョウビタキのチッチまたやってきました。チッチも随分今日はスマートに見えますね。気温もぐんぐん上がっています。ヒヨドリです。これは気弱なヒヨドリでしょうか。よくわかりませんが、みかんをさっきから随分たくさん食べてますね。シジュウカラがひまわりの種を食べにやってきました。珍しく何秒間か餌台にいましたね。あ、つがいでいました。メジロもつがいでみかんを食べています。野鳥にも春がやってきた感じですかね。トンビがくるりと輪を描いております。こちらは単独飛行ですね。同じく単独のチッチです。首をかしげてますね。カワラヒは一日に何度もやってくるようになっています。午後になりました。ヒメリュウキンカに小さなアブが2匹来ています。黄色いのがミニスイセンティタティタ、手前はヒアシンスですね。これも別なヒアシンスです。バタフライスイセンカムラウデ、雪で倒れていましたが復活しました。大手まりの木の下はとても賑やかですね。キブサスイセンも倒れていましたが復活しました。ヤブツバキの花がたくさん咲いてきました。ちょっと風が出てきましたね。このツバキはエヒガサです。大杯水仙アイスフォーリス、それからポピー咲きアネモネです。朝とは全然様子が違いますね。アネモネフルゲンスも咲いています。これはそろそろ終わりの花でしょうか。新しいつぼみができていました。原種チューリップはとても小さいチューリップです。こんな感じですね。椿春食後、どんどん花が咲いています。少し風に揺れてますね。クリスマスローズもこの前の雪で背が伸びてきました。たくさん咲いています。1時の気温は日陰で19度、日向はなんと22度になっています。暑いです。丸尾です。外を見ています。母ちゃんは久しぶりに除草剤をまいて腰が痛いと言っています。運動不足ですね。今日はこの辺でバイバイにゃん。